この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチャオペロッと、キモいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人ナルセココミ&ウエストサイズも絶好調の助っ人東條さとみ。今回の対戦機種は花火とバーサス、リール配列もそのままに見事カムバック、目押しが重要なシンプルボーナスタイプだ。ルールはいつも通りシンプルに最終獲得枚数で多い方が勝利。そして魚拓が勝てばさくらちなみちゃんがすっぽんぽんとなり生着替えを披露、ご期待あれ。今回から大移動が自由にできるようになったぞ。そしてそしてお待ちかねの新コーナーがスタートです。魚拓のルフフチェーン、ご本人さんいらっしゃいというわけで、さあ始まりました新コーナー。なんすかこれ。まあ、魚拓さんがいつもなんか控室で女優さんの前で隠れてこうやってこそこそ動画見てるじゃないですか。で普通の会話するのが俺の趣味です。そう、それが毎回恒例になってるので、はい、皆さんにも見ていただこうと、そのなんか自分の隠れた性癖を皆さんに見せちゃおうかなと思って。ちょっと待って、タイトルがご本人さんいらっしゃい、しかもここに椅子が一つあるということは、そうですね、もう夢ですよ視聴者からしたら。まあまあそうですね、目の前で。なるほど、はい。これなんすか。顔が分かりやすいんですよありなしなのでちょっと私がもう2年半見てきたので、はい、私のチェックでこうあり、俺がこの作品を満足したか、うん、まあ普通なのか、それともダメだったのかってことですね。分かりました。特性の、はい、了解です。じゃあまずはご本人さんを呼びたいと思います。はい、さくらちなみさんです、どうぞ。どうも、失礼します。すごい変な感じですね。今日のムフフ女優さんですね。普通はこう対面なんですよこうやって隠れてやってますね。そうなんですよ、こう何趣味何なのって言いながらこう見るのが俺のなんですけど、はい、これちょっと待ってください、横なんですね。はい、まあ、横でどんなサンプルを見てるのかを見られながら、はいはい、まあ、会話を、まあ、楽しんでいつもの感じでやってもらえれば。わかりました私はもうチェックします。何が好きなの食べ物は。食べ物ですか、うん、何が好きなの。魚が好きです。本当、はい、魚が好きって感じじゃねえなこれ。見るかげ肉だろ。肉だと思いきや魚なんですよこれ。生臭いのが好きなんですね。生臭いのが生臭いすごいねこれ。俺これ、はい、このうわ胸の感じがドンピシャっすねこれ。好きですか。好きっすね。うわすごいね胸。グレープフルーツみたいな。グレープフルーツ。これもう何回も、うわエビ反りじゃん。はい、すごい気持ちよかった。感じやすいの。はい、敏感なんですよ顔。うわすげえなこれ。私バッグが結構好き。バッグが好きなの、はい、あ、確かに。うわもう自分でこれ新たなプレイになったタイプは。タイプですか。はい、なんか童貞みたいですよ。何すかその感じ。いやタイプは童貞みたいですよ。大丈夫ですか。なんかちょっとぽっちゃりしてる人が好きです。あ、本当。なんか肉感がある人。肉感のある人。なんかスタイルいい人嫌なんですよ。自分も結構ぽっちゃりって言われるんで、なんかこうキュッとした時にふわっとする人が好きです。それ俺入るの。え、ちょっといいですか。いいです。あ、入ります。ありがとうございます。風俗じゃないですからね。ガチ言っていいですか、はい、これ買ってもいいです。これ、うん、DVD を。すごく良かったです。あ、本当ですか。私も見たかったな。テロテロの胸がいいですね。しかも、ピンクじゃないですか。あ、乳首が、うん、へぇ乳首、この乳輪の感じとか。だって今こう、黒字だと本当にグレープフル
やつみたいにちょっと硬いのかなと思いきやね、プルンプルンっすよ、プルンプルンっすよ、本当に触りたい、ラフティーみたいな、ラフテー ラフテー、ラフテーの脂身の部分みたいな、プルンプルンの感じですね。いや、よかったっすね。今日は満足ということで、満足、大満足です。はい、ありがとうございます。こんなコーナーでいいんすか。幸先不安ですけどいいじゃないですかね、初回はこれで